俺の看板 AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、アップデートが今日入りまして、新要素が追加されてます。それをまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけど、今日追加されたのが、豪華ボーナスの部分の、コアの願いってやつですね。こちらの方が、新しく追加されてますね。ずっとその人気投票の方されてまして、で、それでですね、こちらのなんか願いみたいなやつが、新しく来るっていうふうには言われてましたね。これガチャなのかな？よくわかんないけど、ちょっととりあえずですね、やっていきましょうか。説明には一回、大きな願いと小さな願いの二つがあって、それぞれ金券とダイヤを消費する。ダイヤ今回、じゃあガチャがあるって感じか。なるほど。ダイヤガチャあるんですね。イベント期間中、一類型につき、一つのボーナスアイテムのみ選択できます。一類型ってこと？一種類につき一つ選択できるんだね。なるほど。票数トップのアイテムを選択した場合は確率が3倍、2倍、1.5 倍とアップしていくと。願い事を確定させたら願いを願うことができると。なるほど。選択した後は変えることができないんです。とりあえず欲しいやつを選んどけって感じか。大きな願い事と小さな願い事には基礎景品があります。基礎景品と願いのアイテムで最終景品のプールが作成されます。ボーナスアイテムとして選択されていないアイテムを獲得しませんと。内容は外れと、あと自分が選んだあたりで構成されるって感じですか。願い事を10回した後、最後10回するときは割引価格を利用できますが、画面を閉じると割引が無効になりますと。10連ごとに安くなっていくけれど、結果が出た画面から出るとその割引はなくなるって感じですね。たまにありますね、そういうの。じゃあ一回閉じてから、とりあえず選んでいって、早速回してみましょうか。小さなやつあんまいいやつないですね、正直。車両スキンだってこれあれっすもんね。チケットになるんから、チケットになるんだったらいいんですけどね。とりあえず大きな願い事から景品プールを作成しましょうか。景品プールが、こっから選ぶんだったら正直ね、期間 Z 限定色でしょ。確率も3倍でしょ。で、ここには M4 が入ってますね。M4 でいいっすね、普通に。確率高いやつ選んどけば、無難にいいっていう感じですよね。で、金幕車両がこっちも選べるんですね。なるほど。さすがに期間じゃなくて、マクラーレンでしょう。で、金銃が、これ全部持ってるからな。これでいいか。で、金幕の衣装が、パンダと血の結婚式とこれか。血の結婚式の方がいいんじゃない？セットでしょ。セットで血の結婚式もらえるんだったら、2回目被ってると結構チケットの変換率高いからな。これで金幕のアイテム、これもどっちも使ったことあるからね。どっちでもいいんですけど、こっちいや。でもこれどうしようかな。パンダで金チケ作った方がいいかもしれんな。こうしましょう。これマクラーレンの部分もマクラーレンじゃなくて持っているリミットにしといて、チケットを作る方向でやっていった方がいいかもしれんですね。ワンチャンチケット作りやすいガチャになるかもしれんですね。ここもボルテックスにした方がいいんかな。でも3倍アップが、これ難しいっすよね。選ぶの結構。さすがに3倍アップ選んだ方がいいと思うんですよね。これで OK で。これで、じゃあ回すことができるって感じか。なるほどな。から、早速ですね。ガチャの方、回していこうかなというふうに思います。おー、早速出た。早速出ましたね。おー、これで、勲章とかも入ってるんだ。中身これ確認できないけど、しかも2回目のガチャって、またこれ割引入るんですね。で、ここから、また回して、なるほどな。これ結構なんか、消費が、おー、81。これ確率わかんないよね、でも。出る確率。でも金枠のアイテムこうやってポンポン出るんで、確率は高めなのかな。OK です。また割引が入るんで。これ金枠めっちゃ出な？やばいぐらい金枠出るね。OKOKOK。なくなったんでもういいです。やばいぐらい出ましたね。わかんない間にやばいぐらい出るっていう。確率とこれどこに書いてるの？押したら書いてるんだ。なるほど。見ればよかったわ、普通に。でも結構確率すごくない？これ。やばい確率になってる。最初見ればよかった確率の方。でも当ててから見たらすごい確率になってるね。割と、金枠ですね。今みたいにポン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 出やすいという風な形になっておりますので、やってみても全然いいんじゃないですかね。あとこれ確率見るの分からない人いると思うんで、言いますけれど、これ真ん中のね、プールのところを押せば普通にこうやって出るんで、ここから選んで皆さんやっていけばいいと思いますね。チケットとかも一応入ってるみたいなんで。やってることは去年のお宝探しと一緒。一緒っすね、これ。小さな願い事の方も、こっちの方ですね。プール作成して、早速回していこうかなというふうに思います。こっちは、これもチケット作るような感じには持っていけるんだね。なるほど。じゃあバイク選んで、オレンジ枠の重機スキンは変わらんからな。どれ選んでも。服の方も変わらんから、これ栄光物資限定のやつ選んでおきましょう。これも変わらんからな。同じだもん、これ。どれ選んでも。で、これで、こっちもダイヤで回すことができると。ダイヤさ、とんでもない。俺結構持ってますからね、今回。180万ダイヤから。こちらを使ってですね。じゃあ早速、回して、見ようかなというふうに思います。これ長いぞ、多分。絶対長くなる。いきまーす。もう黙るかもしれんわ。長すぎて。おー、ポンポンでも出るね。これさ、オレンジチケット、内側のアイテム全て獲得しましたが、ゲームを続けますが。これってさ、あれなの？獲得したらチケット作れない感じか。なるほどね。獲得したら作れないんだ。確かにそうだよね。持ってるやつは。でもここら辺2つアクティブになってるから、一応その確率がある以上、出るっちゃ出るんか。なるほど。1回は出せるって感じなんだね。1回ちょっとバイク出して確かめてみましょうね。
バイクが一回出て、もう出なくなったら、じゃあ、おのおののアイテムは一回までしか入手できないところなんで、M4 と、じゃあ、その、あれですね、自分が持っているダイヤを全部使い切るほどにはならないって感じが、これでチケットになって、2回目は、ああ、もう出ないって感じが。まあ、じゃあなんで、オレンジチケットを量産することは、まあ、ちょっと難しいのかなって感じですね。一応、その車両のオレンジチケット入ってますけれど、確率はだいぶ低めですので、0.051% だからですね。なんであれなんですが、1台出すまでは回してもいいのかなっていう。ダイヤ全て使い切るほどじゃないんだな。じゃあ、なるほどね。で、もう一つですね、一応追加されてまして、それが、これね、荒野チャンプのところにある、まあ、戦隊応援みたいな、星の戦隊を選択してから、まあ、それを応援して、まあ、アイテムゲットしましょうってやつがあるんで、まあ、これの方も一応やっていきましょう。戦隊応援に行くと、これでから戦隊を選択すると、ああなるほどね。とりあえず選択しとけって感じか。どうやったらこれアイテムゲットできるの？戦隊選択、ああ連携しろとやっていきまーす。これで接続の方してまいりました。こちらの方で戦隊を選択すると、これ縦にした方がいいかな。うん、崩れてたもんね。ルールのことがなかったし、イベント詳細、推し選択して応援すると、マインチェックログイン、通常バトルか、まあミッションクリアで、まあ、応援タオルが手に入ると、友達招待したら応援値をさらに高めれますよと、応援値をまあ高めてじゃあいろいろゲットできる。ゲットしろって感じが、応援回数達成したら、まあ、いろんなボーナスがあると、ガチャももらえますよと。なるほどね。限定ボーナス送信時間は6月2日ってなってるんで、まあ、これ達成してから届くまでが長いって感じが。なるほどね。これで戦隊を選択すると、なんか僕わかんないんで、じゃあ一番左上選びますね。だいたいこういうのは左上選んどけばいいんですよ。これで OK。 応援を確認するってなるんですね。この発射するって何、これこの体勢で発射するなの、どういう何を発射しようとしてるんだこれは5回発射するボタンを押して連続応援してみよう。バトルに参加、イベントをシェアすることで最大40個のタオル。あ、じゃあ、タオルを消費して応援しようねって感じか。はい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 。じゃあまあ、基本シェアしろって感じか。そんなシェアせんといけんのみたいな。なるほどね。応援タオルをゲット。これで、あ、毎日チェックでもらえるのと、ログインでもらえるの。あ、これでログイン選べって感じか。あ、なるほどね。連携しているアカウントを一つ選んで、これで OK って感じだね。で、通常バトル1回完成。毎日応援シェア。もうここら辺いいや。戻して、こっから、まあ一応発射できるって感じね。こう、発射ボタンがこれなんかあれだよね。あ、もうこれで一応ボーナスゲットできるって感じが。で、一応応援タオル5個のダイヤのやつは、ダイヤのやつは手に入ったって感じですね。あ、なるほど。ダイヤと、うん、これダイヤパック2回だよな。10回もダイヤパックだよね。20回はなんかピースパック。40回でトレ君の60回栄光勲章。80回はトレ君栄光勲章の100回でガチャか。なるほど。結構長いな。まあ1回にもらえる、シェアとかでもらえる数が結構あるんで、まあ、そこそこクリアできそうな感じですよね。まあミッションの方していって、シェアの方のボタンも、まあ押すだけ押しといてから、タオルを毎日集めてですね、まあこれ応募してから勲章とかゲットしとけばいいんじゃないのかなっていう風に思います。で、一応ちょっと見えづらいですけれど、まあ、自分が応援していたチームの方が100回自分が応援した後人気投票で1位になったら、まあ、このタオルがもらえると、まあ、なんでとりあえず一番人気のチームを選んでですね、まあ、それで応援しとけば、まあ、確実にタオルが手に入るって感じですね。で、そのチームがその優勝したら優勝のタオルももらえると、そんな感じになっているようです。で、人気の順番っていうのはこのページのランキングですね。このランキングのところから見ることができるんで、まあ、基本一番人気を選択しとけば、まあ、間違いないっていう感じではないでしょうか。で、パックの方とかも今もう届くようになってます。こうやってダイヤパックですけれど一応もらえますんで、まあ、勲章とかも欲しい人はですねやっていけばいいんじゃないのかなというふうに思います。